三戸栄広市中学校は、茨城県三戸市三川町にある私立中学校。男女共学。近隣の三戸弘明高等学校及び、三戸青井良高等学校と、連携型中高一貫教育を行っている。医配役コースとグローバルコース、小中一貫コース、医白すりイコースに、コース分けがなされている。2004年4月に開校した。2012年4月に、 系列校である、三戸栄博士小学校が開校している。2016年にグローバルコースを新設した。地球温暖化防止を表彰する低炭素杯2017では、ホタル再生プロジェクトが評価され、学校部門で環境大臣賞金賞を受賞したという。これは、三戸栄博士小学校と共同で行ったもので、近隣の荒れ地を整備して、 ホタルが生息できるような湿地にするという取り組みである。水戸市内では数少ない将棋、オセロ同好会が存在する。ウィークリーテストやマンスリーテストというテストが週に一度実施されるほか、英語ランチ、プレートという任意の給食制度がある。事務室での若干のパンの販売はある。県央県北地域の他市立中学校と比べ、下校時刻が極端に遅い。 毎朝 HR の後に読書の時間を設置している。2012年4月に開校した水戸 A、広志小学校では、水戸 A 広志中学校と小中一貫連携型進学教育を行っている。合わせて、水戸 A 広志小学校では、全国の私立中高一貫校入学試験への受験希望者に対して、国の私立中高一貫校入学試験受験のための、 進学準備教育をも提供している。ありがとうございます。